経営の目的は人づくり、永続はそのための目標である。同系一体の人生づくりと経営。第八十七講義。良い環境を作る。皆さんこんにちは。永続を考える経営者と後継者のための経営と人間学、道徳経済一体思想、その同系一体思想を。 テキスト同系一体経営言論をもとに学ぶ音声による講義です解説をいたします MBI 講師の久保山です今日もともに学びましょうさあ今日は341ページから良い環境を作るということで経営者の使命と役割第4章の最後の5番目の項目ですね環境が人を作るとよく言われますけど今回はその環境というものがどれだけ社員や その企業に影響を及ぼすかかとといいうことが書かれています経営に携わっている方でいえば自分自身も含めて誰と例えば付き合うか、ね、それから何を学ぶかそしてどのような環境を自分自身が作り上げていくかということが自分自身の人生そして自分作りにとっていかに影響を及ぼすかということは 心静かに考えてみれば分かることですよね。この道系一体は人づくりそのものが目的であるということはそしてその人というのは社員はもちろんのことですけれどもその社員の中心にいる自分自身が経営者自らがどのようなものの考え方そして行動の習慣を身につけるのかいわゆる品性ですよね。 とはより良いものの考え方行動が習慣となったものですからその経営者の会社は99%トップで決まると言われているように自分自身会社経営者がどのような自分づくりをしていくのかによって会社の運命も変わっていく。ですからその選択誰と付き合うのかどのようなビジネスをするのかそして どのような環境に取り組んでいくのかということが重要になるというんですね。341ページの、こう書いてありますね。自分の周囲というのが環境です、ね。自分が呼び寄せた環境ですが、同時にその環境が自分に大きな影響を与えます。ね、ですから経営者は、社内外の環境を様々に整備、美化、 道徳化し社員教育の道徳的育成を図る必要があるというふうに書いてますよね。まあ、今回のこの項のこのね同慶一体のページの中で非常に心にね残ることが書いてあるんですよ。このように書いてありますね。人が環境を作るがその環境がまた人を作る。ね、より良い人。 最後のところにねこのあのー、何ですか曹洞宗のね快祖である道元が語って語ったと言われるっていう言葉が出てくるんですね。345ページのところなんです。ね、345ページに道元の言葉が書いてありますけどそれをね日本語に訳した言葉がその後書いてありますよね。霧霧のの中中をを行くくとと歩いいて 知らないうちに着物が占める。つまり衣服が知らないうちにじとおっとしてくるっていうんですね。霧の中を歩くと知らないうちに着物が占める。というように人間もそうだと人間もいい人に近づくと知らぬ間にいい人になるってもうんですよ。その逆もありますよね。悪い人間に近づくといつの間にかその考え方になってしまう。 利益だけを追求し、そのの拡大からね社員なんて使い倒せなんてねそういう考え方の経営者と共にいるといつの間にかそうなってしまうっていうんですよ。で,ですから道系一体の中では、ね、以前ありましたね、同類神話、ね、え同じような類の人間たちで集まっていくんだと。 そういうい原則になってるんだ逆に言うとだからこそ自分自身がこのような経営がしたいとなったらばそのような考え方を持っている人たちの中に自分が入っていかなくてはいけないいうことですよね。いうことですよね。和尚さんに仕えた一人の弟子いつ学びいつ修行したというわけではないけれど長い間修行した人の身近にいたので気が付かないうちに 道を悟っていく。知ると知らぬとにかかわらず環境というものはこれほど人間に対して大きな力を及ぼすって言うんですね霧の,けば霧の中を歩いていたら衣服が湿める良い環境を作れば良い人間が育つ悪い環境は悪い人を作っていくですから経営者は自分自身がこのように自分も育っていきたいと と思うのであるならば、社員に経営理念や、ね、朝礼やメッセージを通じてそれを伝えてそして一つでもいいから、ね、小さなことでいいからその大きな目的地に向かう小さな身近な一歩を皆に伝えていく必要があるということですよね。環境整備 と簡単にに言っててもも様々社内だ,だけを考えても滝に渡りますよね例えば物理的な環境、ね、それから人間的な環境、ね、人間的な環境っていうのは例えば教育を導入するというのを環境整備ですよねもしくは物理的な環境これは分かりますよね。非常に 職場の環境が悪いって言われるようなものすごく暑いとかものすごく寒いとかものすごくね汚れているとかそういったもの物理的な環境人的環境人の環境人の環境っていうのは優れた指導者に、ね、定期的に教育を頼むとかもしくは社員たちに対して何かしかの教育のね仕組みを取り入れるとか例えば以前あったように 社員たちが休憩する場所を作りながらね例えば社員たちがちょっと読めるようなね書庫図書館のようなものをね小さくていいんですよ本棚でいいんですよそういったものを作ってあげるとかそういったものです。ね、また社会的な環境というのは地域社会の人たちとの交流の場を作るとかもしくは朝自分たちのお店の周りをね清掃活動をするとかこういったこともね環境整備の一つですよね。 そして344ページの5行目からは「仕入れ先とか取引先とかもしくは業界も環境だ」って言うんですね。もちろん時代環境例えばぜ今現在ねあるコロナウイルスの感染拡大のこのような状況なんていうのは選ぶことができない環境ですよね。しかしかこういうい環境をね呪って なんでこんなことが起きてしまったんだってそれを呪ったとしても恨んでも呪っても変わるわけありません。ですからここに書いてあるように素直にそれをね受け入れるそれと同時にマイナスの要因しか見えない中に自分たちの資産、ね、そして自分たちの商品自分たちのサービスで今これを乗り越えることがどうしたらできるんだろうかと考えた時にやはり中小企業や零細企業ね そういったところにいる人たち我々はね人というものがやはり一番重要になってくるわけですよね。そういう時にだけね人だではなくて常日頃からだからこそ人づくりそのものを目的とする同系一体の経営というものがそれが本当に我が社が目立つところなんだということを常日頃から言っておかないと。 試練が来た時に何かが大きなね変化が起きた時にトラブルが起きた時にピンチが来た時に一緒にいるコミュニティ会社その社員たち従業員さんたちは何をよすがとして前に進めばいいのかが見えなくなるのは当然のことだと思いますよねそして大勢、大きな流れには良きものと悪しきものとあり いいように一見いいように見えるようなものでも悪いようなものもある逆に悪いように見えてその中にねより良くなるためのチャンスも含まれている、ね、えだからこそ逆行するようなことをしてもいけないんだしかし順応ばっかりしていても流されてしまう順応しながら真理を守るものだけが残る順応しながらも真理を守るものだけが残る その真理とは一体何でしょう一体何でしょうねその真理とは。それはこの道型一体の中で何度も何度も何度も伝えていますけれども本末系長修士元というものその元となるものは会社のトップであり経営者でありそしてその経営者の元となるものは自分自身の。 物の考え方つまり自分自身の品性だからその品性というものをより良い形で高めていくものの考え方ってどうすればいいんだろうピンチの時にどう考えたらいいんだろう試練が来た時に何を選択したらいいんだろう何を一番に考えたらいいんだろうこの考え方がずれてしまうと 試練もピンチも乗り越えることは乗り越えることができなくそして衰退へ行ってしまうんじゃないんでしょうかだからこそ学び続けるしかない一流の学問を学び続けるしかない我々はみんな未熟失敗もするトラブルも起こすいさかいだって起きる自分自身の精神の中に 人人をを批判したり、人を恨んだり、り妬んだだするる。気持ちは必ず起きるだからこそこのような学びを毎日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 自分の肌にすり込む必要があるんじゃないんでしょうかそうすればいつの間にか今日のこの講義のテキストの中に書いてあるように良き人に近づけば 覚えざるるに良き人となるつまりよき学問に近づいていればいつの間にかその学問が肌になじんでくる肌になじんできさえすれば長い時間をかけていつの間にか自分自身のものの考え方もそのような考え方が生まれるようになってくるんじゃないんでしょうか。環境を整えるというのは 実はまずやらなくちゃいけないのは経営者自らが自分自身の環境を整える自分自身が学ぶものは何か自分自身が付き合うべき人たちは誰なのか自分が手に携えるものは何なのかということの環境を整えることが実はこの良い環境を作る。 会社経営にとって会社経営者にとっては一番重要なことはそこなのかもしれませんよね。今日は以上で終わります。またお会いしましょう。